野ひかるです。あ、カモトムです。カモさん。はい。ここ、どこですか？事務所。事務所ね。はい。一丁前に事務所なんて言っちゃって。事務所偉くなったもんですね。っていうか、はい。まあ、僕の家っていうか。まあ、そうですね。はい、いや、ここは、我々の、まあ、仕事場。うん。です。まあ、ちょっと、全容は映せないんですけど、まあ、ワンルームですね。ワンルームですね。もう部屋と扉が直接つな、外の扉が直接つながってるような系のワンルーム。10畳ぐらいだっけ？ 10 畳ぐらいですね。はい。1K っていうのかな。K？ いや、違うな。K じゃない。K じゃない。ワンルーム、ワンルーム。キッチンありますからね、そこに。ワンルーム。扉を隔てず。そう。っていうのを、まあ、仕事場にしてます。で、日夜ここにいて、で、ここにこう、大きいテーブルが一個あって、で、すぐそこに布団があって、それで終わりです。っていう仕事部屋。うん。仕事場か。まあ僕は大体ここで過ごしてる。ここで、まさにここでずっと、ここに原稿もありますけど、いっぱい。うん、ここでカモさん仕事されてますね。そうね。そこで寝てるし、ね。うん、ここに寝て起きて、寝て起きてって。移動距離1メートルじゃん。生活範囲、はい。で、この机があって、こう向かい合う形で、まあ、私、無能の席があって、これちょっと横になっちゃってるの分かりづらいんですけど、こう、モニター？パソコンのモニターがあって、で、私はここで、こういう、まあ私は基本的に脚本とか書いたりするんで、これで、ガチ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 ってずっと脚本書いてて、目の前で川本さんが、まあ、原稿を書いてて、で、なんか仕事のネタ出しとか、するときも、まあ、ここでこんな感じで喋って、ネタ出ししてるっていうような場ですね。はい。まあ、これでもう紹介終わったんですけど。うん、終わったね。で、まあ、向こうの方に本棚があって、まあ漫画とかがバーっとこういっぱいあって。で、ここにこのそれぞれの棚みたいなのがあって、話は終わりです。一切画角を変更しないルームツアーやという意味ね。まあ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 。ここで仕事したりしてますよっていうことで。そうですね。はい。ご飯買ってきたらここでご飯食べて、捨てて、本当ね、そのまま仕事して、ずーっと座ってますね、ここに。ずーっとそうしてるね。別にいいものも何もないから、よく窓開けたまま出てきますしね。どうせ盗まれるもんないから。一番高いのは多分私がここで使ってるパソコンなんで。うん、最近、コンビニとか行くときさ、はい、鍵閉めないの。うん、別に、盗まれるもんないし。カモさんのネームには別に多分そんなに価値はないし。いやまあまあ値段はつきませんよ。確かに。つかない。つかない。つかない。だから泥棒さんここに来ても無意味ですよ。いないよ。得るものはないですよ。うん、本当にないよ、うん。びっくりするほどないよ。やめた方がいい。うん、おすすめしない。でまあ、私は、家が近くにあるんで、うん、まあそこに住んでて、仕事しに、ここに、通ってるみたいな。そうね。感じですね。ちなみにネットもないですからね。ああ、インターネット契約してないね。してないんですよ。この、僕が、一週間のうち、6日半ほど過ごしてる、この空間、ネットもなければ、コンロもないですからね。コンロもない。コンロないんです。冷蔵庫、電子レンジ。のみで過ごして。ケトル。あとケトル。それでなんとかして。料理できないですからね。そうなんですよね、まあ。なんでインターネットを引いてないかっていうと、遊んじゃうからっていう。そうだね。ことですね。これ結構おすすめで、僕携帯のさ、ネットのプラン無制限にしたから、まあだから、一応ずっとはできるんだけど、まあ速度が遅かったりとか、うん、そもそもスマホの大きさじゃん。さすがにずっとネット触ってるのとかきついんだよ。ゲームもあんまできないし、ネットゲームみたいなこともあんまできないし。だから、
仕事がはかどる。それは間違いなくあります。仕事をはかどらせたい方は、ネットを切断するっていうのは、いいかもしれない。私も、スマホで、テザリングで、パソコンの、まあ、メールの送受信ぐらいは、まあ、別に問題なくできるんで、無制限というか、ギガプランみたいなのにしとけば、まあ、それでできちゃうんで、うん、基本それでやってますね。なるほど。じゃあ、ネットはいらないと。ネットいらない。コンロは？コンロは、だって火いらないでしょ。いらないの火って。火いらないでしょ。人間の生活に火っていらないの？多分いらないんですよ。確か。うん、やっぱ電気っていう文明の利器ではないけど。あるから。お湯が沸く。物を温めれる。電子レンジがあれば。いらないでしょ、火は。コンビニ弁当ばっか食ってるってことだよね、要は。まあ、それに近い状態、ね、コンビニ弁当、カップ麺。カップ、違う。レンジで作るご飯。ご飯。ほんと、めちゃめちゃ食べてますからね。あと、カレーね。カレー。チンするカレー。めちゃうまい。いや、そうなんですよね。あんま健康上は良くないかもしれないですね。あ、そう。あと、卵よく食べますね。卵食べます。生で。火使えないんで。卵と納豆。生でめっちゃ食ってる。めっちゃ食ってますね。うん、まあ、あと、別に仕事柄っていうわけでもないですけど、飲み物を大量に消費するんで、それは、こう、冷蔵庫にいっぱい入ってる。そうだね。コーヒーとか、アイスコーヒーとか、豆乳とか、あとは炭酸ジュース好きなんで、こういう、コーラとか、あと、エナジードリンクか。エナジードリンクいっぱい飲むね。めちゃめちゃ飲むさ、一日、僕は一日一本って決めてるんですけど、カオさん2、3本飲んでますよ。だからさ、動画になってるじゃん。はい。実写になってるじゃん。アピールしてこうかなと思って。飲んでますみたいな。あわよくば、スポンサーになっていただいて、いいっすね。お金くれとは言わん。現物欲しい。現物。物品支給でいいか。物品支給でいっぱい欲しい。どうせ飲むから。なんか持ってきましたけど。カモさん、アイイン。もうめちゃめちゃ飲んでますから、マジで。ゼロ。ゼロ。なんだっけ、これ。名前なんていうの？モンスターエナジーで。ゼロシュガー。これめちゃめちゃ、モンゲナ、我々ほんとめちゃめちゃ飲んでますからね。うまい。いや、美味しい。ちなみに私は、緑色と白色が好きです。僕は青好きなんですよね。まあ、ゼロカロリーしか飲まない。いやいや、全部飲みます。あ、そうだ。まあ、何でも飲みます。全部美味しいから。全部。ピンク色のフルーツパンチ味めちゃめちゃ美味しいんだ。美味しいね。あれめっちゃ美味しい。あと、運動前とかもね、カフェインを取ると、動けるっていう。美味しい。今度話しますけど、この前キックボクシングの試合に出たんですよ。その時も、試合前にモンスターエナジーぶち込んでましたからね。モンスターエナジー。絶対モンスターエナジーに関係してる人一人も見てないと思いますけど。でも、モンスターエナジーって、プロゲーマーの方とかとも契約してたりするんだよね。はい。アスリートは。そうですね。だからその運動系のアスリートももちろんそうだし、プロゲーマーは e スポーツの方も契約したし、そろそろ作家もあるんじゃないかっていう。あるかもしれない。もうこれによってね、数々の作品が生み出された。パフォーマンスを上げてもらってますから。いや、実際ね、実際重要っすよね。ただまあ、漫画家のパフォーマンスってね、これ飲んで、わーみたいなとこ見てもしょうがないっていう。別に、手の動きが速くなるとか。とかじゃないから、そこは辛いと思う。すげえわかりにくいっすけどね。なんでモンエナの話になったの？なんでだっけ。でもそれぐらいしかここでは摂取してないっていう。はいはい、あ、そうかそうか。ことっすね。はい。おう！モンスターエナジーと共に。我々は仕事しています。はい。まあそんな感じで。じゃあ。チャンネル登録。いいね。よろしくお願いします。では。
今回の昨日見た夢の話は以上です。話してほしいテーマ、企画、質問など随時受付中です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。